レオくん、怒らないから出てきなよ。今なら半殺しで許してあげるからさ。それを許すとは言わない。もうやだ、あいつ独自の理論で動きすぎ。ヌシハもそんな感じに見えるけどな。なんや、普通に話し込んでしもたけど、どういう事情やね。ヌシハ、なんで、セナイツミ班から逃げ回ってんねん。同じナイツの仲間やろ。喧嘩でもしたんか。喧嘩はよくするぞ。しないと落ち着かないぐらいだな。逆にあいつとは昔からとことん噛み合わない。ほんなら、なんで一緒のユニットで活動してるん？え、なんでだろう。成り行き？あと、何もかも分かんなくて噛み合わないからこそ、あいつが面白くて大好きだから。分かるような、分からんような。わしも思えばそういう奴らとばっかり組んでるわ。人の振り見て我が振り直せやね。偉そうにヌシャンを批判もできん。仲良く楽しくアイドル活動がしたいだけなら、ラブハンとコンビを組んだ方が絶対にいいんやろうけど。なんでやろな、わし厄介な男どもから離れられへん。それがわしの運命なら、まあ天罰なんやろな。お天道様はよう見てるわ。悩んでため息ついてる時の顔がスオーそっくり。スオー2号。まあ血縁はあるし、遺伝子的にも多少は似通ってんねやろ。うん、いいよなそういうの。俺もルカタンが俺と似てたり同じ動きしてたりすると無限に幸せになる。ルカタン？俺の妹。あ、写真見る？ってスマホがない。また落とした。まあおかげでGPS とかいうので居場所を特定されずに住んでるっぽいけど。なんでそんなに必死に逃げ回ってんねん。わしがおらん間に、じゃなくて知らん間にナイツに何があったん？お前何も知らない感じ。じゃあやっぱりあれはクレイジービーのせいじゃないのか。あれ、やっぱりな。そうじゃないかと思ってた。そうだったらいいなって祈ってた。だってもしもあれの犯人がお前らなら、もう潰し合うしかないもんな。よかったよかった。何も解決してないけどちょっと気が楽になった。クレイジービーは夏のESを震撼させたヤバい奴らだから、戦うとなると面倒だなって思ってたんだけど、そうじゃないみたいだから本当によかった。俺たちもなんだかんだで百戦錬磨だ。そんじょそこらのアイドルには遅れは取らないし、実力差があるなら相手を怪我させずに倒すことだってできるはず。その方がいいな。血まみれで殺し合うのってしんどいし、だから同じぐらいの実力の相手と正面から衝突することなく、最後まで何事もなく終わってくれたらいいなって思ってた。さっきから何の話をしてるの？あれ、お前はまだ知らない？お前事情通なのかそうじゃないのか分かんないな。とうとう恐れてた事態が起きちゃったんだ。しかもタイミングが最悪っていうか、もう時間切れでさ、俺たちは欧州に飛ばなくちゃいけない限界ギリギリで、でもナイツが大ピンチなのに俺だけこの場を立ち去るわけにもいかないだろ。俺がいても何の役にも立たないかもしれないけど、せめて何かひどいことがあった時、俺もあいつらと一緒に悲しんだり苦しんだりしてあげたい。昔ずっと引きこもってた俺に必要だったのは多分それだし、ナイツのみんながそうやって
俺が抱えてたものをちょっとずつ取り上げて運んでくれたから、俺もここまで歩いてこれたんだし、今度は俺の番だって思ったんだよ。よう分からんけど、この人も気楽に見えていろいろと背負ってんのね。イエスのアイドルは、人間なら誰しもそうかもしらんけど、わしだけが苦しんでるなんて思いやがったらあかんね。見つけた。いやー、な、猫を踏んだ時みたいな悲鳴を上げないでよね。何、猫を踏んだことがあるのかセナ。見損なったぞ。そんなやつだとは思わなかった。猫踏んじゃったは名曲だけど、本当に踏んじゃったらダメだ。うるさい、いいから行くよ。飛行機に乗り遅れるから。やだ、俺はナイツのみんなと一緒にいる。はあ、あんたが一緒にいてもどうにもならないでしょ。現実ちゃんと見えてる？わからないわけ。今一番最悪なのは、中途半端な対応してアブハチ取らずになることでしょ。アブハチ取らず？何を？二頭を追うものは一頭も得ずってこと。お？ナズの名前をもじって愉快なダジャレを考えればいいのか？天璋院みたいなこと言わないで。なあ、いつも思うけど、そうやって天使の名前を馬頭語っぽく使うのやめよう。あいつ平然としてるふりして絶対に根に持ってるから、そういうやつだから。普通に友達をバカにされると気分悪いし。まだあいつと友達のつもり？どこまで能天気なの？バカなの？とにかくレオ君がバカなのはもう仕方ないけど、それならそれで賢い俺が考えたことを否定しないでよね。バカはバカなんだから、それをわきまえて、せめて賢いやつのやることを。じゃあセナはすぐにバカとか言う。バカっていうやつがバカなんだぞ。のう琥珀。え、こっちに話を振らんといて。あんたは何、なんでここにいるの？なんでと言われても、状況がわからんちんすぎて適切な言い訳が思い浮かばへん。どうでもいいけど、別にお前らクレイジービーを犯人扱いしたいわけじゃないけどさ、もしもお前らが俺たちをはめたのなら、後で覚えときなよ。我ら負け犬の遠吠えっぽくてあんまり言いたくないけど。ああ、